されどもということでですね、今回は旬の玉ねぎを使ったアマトリチャーナを作っていきたいと思います。アマトリチャーナといえばローマを代表するパスタの一つで、イタリアの中部にあるアマトリーチェという町が名前の由来です。そもそもローマとアマトリーチェという町は何百年もこう密接なね交流の歴史があって、実際ローマにはアマトリーチェ出身の人が非常に多かったらしいんですよね。そういった背景からアマトリチャーナっていうのはローマ料理の定番とみなされるに至ったわけですね。で、料理人の同業の人とかと、話をする中で好きなパスタの話とかもなるんですけど、結構ねアマトリチャーナって答える人が多い気がしますね、僕の周りは。それで主に使う材料がトマト、グアンチャーレ、ペコリーノロマーノ、あと玉ねぎであることが多いような気がするんですけど、それこそトマトが入らなかったりとか玉ねぎが入らないパターンなんかもあって、非常にバリエーションが豊かなパスタの一つだと思います。このアマトリチャーナを一番最初に教えてもらったのはそれこそもう10年以上前、料理人になりたての時ぐらいでしたね。で、最初こう思ったのは、なんか普通にトマトソースかっていうような感じだったんですよね。それでいろいろ料理を覚えていく中で、こうトマトソースだったり、それこそアラビアータとかですよね、なんか差別化が難しいなって思って、自分なりに考えたのが、やっぱ玉ねぎとあと豚肉の旨味っていうのをなるべくこうね表に出して、でトマトっていうのはね極力控えめにした方がいいかなっていうのがねあったんですよね。なので今回も、新玉ねぎが基本的には、このパスタのねメインになって、であとは豚肉ですね。今回はベーコンを使ってます。それでベーコンは比較的薄くカットです。なんでしょう、ゴロッとしたようなカットでこう食べ応えをね出したいっていうパターンもあると思うんですけど、本当に出汁を取るようなソースのね旨味になるような感じなので、短時間で味が引き出しやすいように薄くカットっていうのが目的です。はい、あと鼻に抜けるようなこう香りを演出するためにタイムですね。ちょうど私の、家の庭にタイム生えてるわなんていう方はぜひね使ってもらえたらと思います。まずベーコンフライパンに入れて弱火でじっくりと油を出していきます。それで物によっては、あんまりね油ができらないものもあるので、そういった場合は少しオリーブオイルを加えて、油が出てくるこう手助けをするというか、フライパンの底にうまみがこびりついた状態になるんで、これはねあまり焦がしすぎないように程よく、深い茶色の色ぐらいにとどめておきます。そしたらですね、カットしておいた玉ねぎを半分加えて、この玉ねぎの水分を使ってうまみをこそぎ落としていくっていうような感じです。軽く塩もして玉ねぎからよりね水分が出やすいようにしておきます。この時も引き続き弱火ですね。それでもしあれば、蓋をして、それで大体3分から4分ぐらい蒸し煮にします。これをやった方が玉ねぎに火も入りやすいですし、あとベーコンともねなんかこう馴染みやすいような気がするんですよね。それでいい感じに玉ねぎがくたっとしてきたら、ここでベーコンとしっかりこう混ぜておきます。この時にまだこう鍋底にうまみがこびりついてたらしっかりと落としましょう。落とすというか、玉ねぎにまとわせるというか、ある程度合わさったらですね、ここでカットトマトを使います。フレッシュのトマトでもいいですし、あとはホールトマトでももちろん大丈夫です。ただホールトマトを使うと何でしょうね、やっぱりより濃厚になるような感じがするので、最初ね冒頭でもお話ししたように
あまりこうトマト感っていうのを前面に出したくないんで、カットトマトの方が、まあ、どちらかといえば玉ねぎの素材とかを生かしやすいような気がします、今回のレシピに関しては。それで少しトマトを入れてからは煮詰めて水分を飛ばして酸味がねこう穏やかになったら様子を見て茹で汁を加えます。こちらのもう半分のより薄くカットしておいた玉ねぎは仕上げる直前に加えるので頃合いを見て水から引き上げておきます。茹で上がったパスタを加えて、あとここでタイムを加えるんですが、ソースをね仕込んでる段階でタイム加えてももちろん大丈夫です。ただこっちの最後の仕上げの方がよりこうなんでしょうね、タイムのフレッシュ感を感じれるんで、まあ、そんなちょっとした違いから一応仕上げにはしてます。あとは玉ねぎも加えて軽く塩、やっぱね塩はした方がいいです。玉ねぎ加えるだけだと水分がね多いんで味が薄くなっちゃいますから、ここもあんまり玉ねぎには火を入れないようにシャキッとした食感を生かせるようにささっと仕上げていきます。ちょっとねオイル感が足りなかったんで茹で汁とオリーブオイル仕上げに加えておきました。はい、というわけで盛り付けいきます。ドレッセですね。玉ねぎとベーコンのこのソースもたっぷりと上からかけておきます。仕上げにふるったのはペコリーノロマーノですが、これねもちろんパルメザンでも全然問題ないと思います。うん、これこれめっちゃ新玉の味しっかりある。いいな、みずみずしい。もうトマトの感じが新玉のね素材感を全然邪魔してないのがめちゃくちゃいい。あとタイムの香りもほのかにふわっと感じられて、これは全然食べ飽きない。うまし。というわけで旬の新玉ねぎを使ったアマトリチャーナでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。